こんにちは、まい先生です。今日は素早い動きも簡単にツボを揃えて弾く方法をお知らせします。今日お知らせするのは右手の加工形5-4-3-2-1の順次進行の弾き方のお話をします。こんなところです。これ誰でも簡単に素早くツボを揃えて弾く方法があるんです。この動き、初心者の方でも必ずうまくいきます。大抵うまくいかないときにはちょっとこんな風に親指側に手首が少し入ってしまっているとき、右側に、右の5番側に少し倒れ込んでしまっている形のときです。こんなときに急いで弾こうと思っても重さが乗りすぎてしまっているので、一つ一つの音がどうしても長くなってしまって指が戻りづらいんですよね。素早い動きを粒を揃えて弾くためには、一つ一つの音が短くなければなりません。ですから短い音を出すためには、指を戻す、指を戻す、指を戻す、一つ一つが指が戻りやすければ短い音が弾けるので大変スムーズになるんですよね。ですからこの5番側の手の甲を内側にひねるようにしてしっかり開けてください。最初は大げさなほどひねっておいて大丈夫です。そして早く弾くのではなくって、一つ一つの指を早く戻すことだけ意識をして弾きます。左にひねっておけば、短い小指や短い5番の指、小指やコントロールがしにくい4番の指も難なく戻そうと思った瞬間に必ず鍵盤から離れますから、5-4-3-2-1を素早く粒を揃えるときには、内側に極端にひねっておいて大丈夫です。こちら側は開けて、指を戻すだけ。5-4-3-2-1を素早く粒を揃えて弾くためには、内側にひねる、指を戻す、たったこれだけ。応用してスケールの加工形だって。うまくいきますから、ぜひ試してみてくださいね。今日は素早い動きも簡単にツボを揃えて弾くことができる方法、今日は右手の5-4-3-2-1のお話をしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。